じゃあ一日中ぐらい舐めてたんで。おはー。そう、喉はあのね、なんか薬局かなんかを探して、なんかみんなマヌカハニーとかいいとか、あと初耳だったのがプロポリスがいいって聞いたから、これを買って食べてた。ずっと、ま、ずっと昨日マジずっと食べてた。昨日ご飯としてはなんかめっちゃちょっとしか、サラダを2回ぐらいしか食べれなかったんだけど、これのおかげで糖分も取れたし喉も治ったし。みんなありがとう。おはよう。そう、みんなありがとう。美味しかった。しかもなんかマヌカハニー私好きかも。蜂蜜の味が結構なんか濃い系の蜂蜜でも、しかもこれレモンジンジャー味やったけ、なんかやっぱりうまかった。カロリー見てないでもこれ1日で5粒ぐらい食べてた気がするけど、1粒でも10カロリーだって低く、まあでも雨、あーまあって感じか。でも昨日ご飯サラダと魚ぐらいしか食べてないけんよかった、ちょうどよかった、よかったです。声治りました。何書こうかな。おはよう、元気って書いてこ。あと昨日お休みメールを、そうあれよ、あのお仕事やったから、お休みメール夜の7時半ぐらいに送ったつもりでいたんですよ。その後もう10時以降にしか触れなくて、携帯が。だから触って見てみたら、なんか送信ボタンが押せてない画面の状態になってて、泣いた、うん、ああってなった。また悪夢再来だと思った飴は丸いからゼロカロリーか。そっか、そうだね。でもこれとこれ、なんかちゃんとご飯食べる時間があんまなくて、これとか、あと最近なんかすっごい食べたくなってミルキー食べてた。あと配ってたメンバーにミルキーいるって言って配ってた。大阪のおばちゃんみたいになって、察しはついてました。よかった。今日可愛い、毎日言ってる。ほんと毎日言われてるよ、嬉しい。今日なんか髪がしっとりしてる、なんかすごいしっとりしてる。寝る前にもアイロンしたからかな、すごいしっとりしてます。本当は今日髪結びたかったんだけどな、時間なかったの。おはようございます。夜勤終わりました。おはよう、いらっしゃい。ミルキーください、あげましょうか。なんかミルキーとかさ、なんかハイチュウとか、なんかたまにめっちゃ食べたくならん。それでそれがこの間来て食べたこの考えでエッグタルト、エッグタルトはマジ美味しいけどマジ太る、絶対脂質も糖質もって感じだよね。でも絶対でも美味しいよね。でアイロンの効果、なんか今日ツヤツヤじゃない、思わんでもさっき時間なくてここあんまできんかったけど、なんか今日サラサラ。ハイチュウ、私ハイチュウもあるよ。なんかね、こういう長い仕事の時とかはすごいご飯食べれんけん、こういうものをいっぱい持ってるんだけど、これが好き、めっちゃこれめっちゃ受験期めっちゃ食べてた受験の時でも糖分必要で、でなんか噛みたくて、これめっちゃ好きだった、これめっちゃ食べてた。その時1日1袋ぐらい食べてしまっとったけど、昨日は2粒ぐらいで済みましたね。うん、そういろいろ持ってます。これめっちゃ美味しい、もちもちだし、あもちもちが好きだからかな、食感がだからかな。前髪多分巻きが強いかもしれん、伸びたけ。プレミアム何が違う、なんかあの硬くない、もちもちしてる、なんかギュンギュンって感じじゃなくて、もちもちって感じ。うん、試験の時めっちゃチョコも食べたくなる。めっちゃリベラ食べてた。なんかストレスフリーみたいな名前してるやん、しかもリベラ。めっちゃ食べてた。コメント流れた
ミホリンルームは Y の癒しだって、ありがとう、嬉しいです。おおはよう、ミホリン、ちょい遅れました、いらっしゃい、ギュンそう、外側コーティングされてて、なんかお餅、そうめっちゃもちもちしてる、これなんか美味しいけ。アイスのハイチュウ見たことないんだよね、食べたことない。今日買い物しようと思ったんだけどな、そうかな今頃住みたいな、前髪もなんかシースルーだね、なんか結びたいけど、でもやっぱボーダーってなんか2つとかサイドも似合うね、ボーダーってなんかしたいけど何したらいいかわからん、ちょっとでもアイロンなんか足りない気がする、これいい感じ、アイロンプルルンってしようね。高めはやばい、高めツインは朝から厳しいものがある。ゴディバのチョコいいな、私もなんかママが誕生日の時になんか知り合いの方からもらってるのをちょっと食べた、一緒に、美味しかった。ゴディバのチョコなんか大人の味だけど、たまに食べると美味しいよね、めっちゃ。ケーキ箸で食べてたの、しかもあれ一口で食べました、あのケーキ、あれが噂のピンマイカーの時に一口で食べたケーキです、あれです、まさに。いや、なんか一口で食べるときはちょっと箸でいただいた方がね、いただきやすいので、すみませんね、ちょっと上品ではないのですが。大地さん、え、すごい、これキャンディーありがとうございます。よすよささん、秋のギフトありがとうございます。エビちゃん、かぼちゃありがとうございます。アスパラさん、だるまありがとうございます。みゆきさん、キャンディーありがとうございます。デザイザートさん、キャンディーありがとうございます。びっくりマークさん、秋のギフトありがとうございます。くまくまちゃん、キャンディーありがとうございます。そう、あれを一口で食べたんです、そうそうそうなんですよ、それでそれでそうだったんです、あれを一口だった。サブスクってなんか東京駅のコンビニにでいっぱいあるとこじゃない？見てこのアイロン、マジサラサラなる、ツヤツヤなる、なんか内側がまっすぐなってない、ね、ジェロさん、ハートありがとうございます。バッキーさん、かわいい、ありがとうございます。綺麗な髪ですか、ありがとう。このアイロンのおかげもあるよ、このアイロンはなんか痛まず、やればやるほど髪が良くなるみたいな、やつやけめっちゃ良いです。しかもゆっくり通すのがいいらしい、なんか普通のアイロンってあんま長い時間当てたらあれですけど、ほら、もうやばい、ちゃになったちゃになった。まっすぐにするの私苦手なんだな。そう、夢のようなアイロンがあるのですよ、最高ですよね。ちょっと高いですけどね、ちょっと高いです。よいしょ、トゥルルルルン、トゥルルルルン。あら、リセンちゃんのルーム行ってたんですか。ママが好き、ママが好き、一星ママかですっていう感じだ。お、ももちゃん、ゆなやな、みほりん3人同時配信になってるの、イエーイ。ピンマイカーと四国だね。マリドルさん、キャンディーありがとうございます。似てんのこれ、似てた、リセンママカです、リセンママカですって感じ、なんかですが可愛いよ、ももちゃんって、わかる。なんか普通に田中美穂ですとかじゃなくてですって感じ、なんかめっちゃ可愛いよね。めちゃめちゃに可愛い。
なんかあももちゃんって感じになるね。ももちゃんのお姉ちゃんの配信昨日ちょっとそのお仕事の帰り見てた。ももちゃんももちゃんももちゃんもいたね。コメントでいた。みおちゃんも可愛いですか？です。ありがとうございます。みほりん、福岡県出身田中みほです。明日のホームルームミリタンの真似期待。お、本物いるしね。やりましょう。ミリアちゃんがいっぱいいる感じになっちゃうかもしれない。ですって大和田さんっぽいですか？あ、こんなか、あーでも、あーそうかも。YouTube 見てるけど、確かに。ももちゃんってなる。そう、なんかももちゃんってなる。ミホリーにもミリタンって呼びかける。おぉ。え、待って、ってか明日何着よう。何着たらいいかな？どうしよう。洋服何着ようかな。明日何曜日だっけ？水曜日か。何着ようかな、洋服どうしようかな。あ、そうね、桜坂さんもオンラインオンラインお話し会的なのあるよね。私もやりたいんだけど、あれどうやってやるんだろう。まだ詳細出てないか。田中美穂はマジです。どういうこと、どういうこと、マジとはガチマジ。どうしよっかな、ワンピースにしよっかな、どうしよっかな、明日何着ようかしら。高めツインメイドコスはやばい。ホームルームでコスプレやってきた人とか多分おらんよね。やばい。やばい人になる。今日から申し込みか。私は申し込もう、菅井さん話したいな。美貌がマジで美しい。ありがとう。なんかそれ、なんか2倍されてる気がする。嬉しい。美貌っていう時点で嬉しい。水曜日と聞いて気合が入る。どうでしょう。朝食をいいな。なんか昨日はお家に帰ってきたら、なんかすごいいいカレーの香りがして、ママがカレー作ってたから、多分今日も朝昼ご飯みたいな感じで食べていくかなって感じだね。今日めっちゃ目がいい感じ。あ、目治ったんですよ。見て、私の二重が戻ってきました。こっちの目、これでした。この奥二重気味のこれでした。今日めっちゃマスカラうまく塗れてるね。すごいでっかいくなってたるけど、まつげでこれでした。戻ってきました、二重が。よかった、戻った。こっちはちょっと治らんけど、もうこれはこれでいいや。おかえり二重、ヤッホー。ふなっちさんハートありがとうございます。わーわーわーい、ありがとう。名前すがゆうか、表示はやばい、くさ。次は一重どうなんだ。私なんか腫れたりしたらなんか見えになるタイプなんですね。だから熱が出る前とかも見えになる。け、危ない危ない。治ったけん元気ってことかな。おはよう、おはよう、おはようございます。やっほー。静岡の天パーの竹さん、小判とバラありがとうございます。トゥトゥトゥ、ゴリバラなんだろう。ジージーありがとうございます。おしゃれしてるみほ、お、いいですか。今日はこれにハイウエストズボンを履いてます。パンツ、ハイウエストパンツを履いています。ふ、黒色の、黒ダサいね言い方が。ハイウエストパンツのブラックを履いてます。ペコリンチョ、ペコリンチョ、キラリンチョ。せいちゃん、キャンディーありがとうございます。デザイザーハートさん、花束ありがとうございます。あ、福岡の番組なんだ。そうなんだ、見たことなかった。旅番組あまり見てないな。
かんちゃんハート100個ありがとうございます。タワーのくまさんハロウィン仕様、あ、そうなんだ、すごいね、全部ハロウィン仕様になってる。ということはもうすぐお話し会ということだね。え、あと11日だったよ、やばくね、めっちゃ早、時が過ぎるのが意外と早かった、嬉しい。ゴリパラってもしかしてあのゴリさんって人が出てる、ゴリさんって方が出てる、いや、わかんない、私あんまりテレビ番組そんな見なくて、なんかついてるやつを見る、番組知らずに見るみたいなのが多い、あんま見なくて、ずっとネットフリックスとか見てた。プップップー、キューボ、あと11日で痩せる方法、痩せなくていいでしょ、別に太ってないでしょ。いや、なんか男の子でそんな太ってるとかあんま分かんないんだけど、緊張が増してきた、私も名前決めなきゃっていう、名前決めなきゃ。え、最近テレビ、え、本当に見てない、やば。なんか朝ごはんの時とかにたまたまテレビがついてて天気予報流れるぐらいのテレビしか見てない、最近全然見れてない、時間が全然見てないね。もうカフェタツの守備しよっかな、ゴム取ってこよっかな。僕の海は生きてるんだよ、大事なことをいつでも教わってきた。全身良さげ、ほんと、うんうん、カラオケ行きたい。ジェロさんハートありがとうございます。健康診断で1キロ痩せたの、いいな、めっちゃ羨ましい。何も変わってなかった、今日久々に体重測ったけど、1週間ぶりとかに、あ、2週間ぶりかぐらいに測ったけど何も変わってなかった、もうずっと一緒、増えも減りもないみたいな。え、一人カラオケ行きたい、私も一人カラオケってよくない、めっちゃ行ったことないけど、知らんけど、なんか一人でずっと好きな曲歌えるからめっちゃいいくない？行きたい、私も。明日ホームルームよろしく、お、来ますか？待ってます。人からやってみたい、やったことないんですよ。でも友達とカラオケ行ったとしても恥ずかしくて歌わないんですけど、から行きたいな。お、今日髪サラサラやからめっちゃ量少なく感じる、自分が自分でこう結んでって思う。二つ結びしてみるね。広島に人から、え、人から専門店ってこと？そんなものがあるの？なんかカラオケ館とジャンから見たことある。本通り。あいて。髪少な。髪がサラサラすぎて髪が少ない今日。おもろ。フード頼むと意外と来るの遅い。そうなの？あんま、なんかずっとココア飲んでるからな。あんまお腹空かないのかな。カラオケ行ったら痩せそうな気がするんだよね、ずっと歌ってるからさ、食べずに。名前さえも知らない。ここは
よ。で、一番ホットな女の子はココア。連れて行ってウィンブルドン。ほらめっちゃ今日はめっちゃストレート。ふなっちさん、あら、なんだっけ、ミラーボールありがとうございます。連れてってって言ったから手に突き上げてくるの。おもろい、最高。ぜひぜひ、私テニスできないけど全然。ウィンブルドンやるなら残り2人誰？え、パスリーとユリナ。好きめん。好き好き好きな子をかき集める。よくない？おはようございます。ラジオネーム、近所で火事が起きたの？大丈夫ですか？無事ですか？ふわふわしてる二人、お、いいっしょ。かわいい二人だね。あ、俺が決めます。サラピとアンピー。あ、それもいい。え、でもなんかサラピとアンピー、かっこいい曲も似合いそう。で、あれしたくない？あ、なんだっけ？あれなんだっけ？あーな。曲が飛んでった。マイカーさんで、あのふうさんとおきさんと矢野さんのやつ。そう、あれあれよ、あれ、愛系のやつ、抱きしめられたらそれな。そういうセクシーなの、セクシーなのもいいですね。良さそうじゃない？それかなんか愛しさのディフェンスとかいう系をサラピとアンピーとやったらなんか良さそう。見栄えがなんか合いそう2人に。私がやりたいのは涙の表面張力ですが。よしって任務達成みたいな。今度のカラオケ配信で練習をしたい。したいですな。カノン散歩時やりたい。やりたい。何だっけ。ゲームつしようかか。彼女とは本当に何もなかったと否定しても言い訳をしてるみたいで面倒な。悪気がやばい、絶対できんへん。表現力めっちゃ、ダンスもむずいし、しかも歌も結構音程がね、あんな踊りながらは。ね、ハートの独占権、あ、なんかすごいアイドル、めっちゃアイドルって感じの曲、あんま意外とやったことないからやりたいかも。なんか僕隊でも結構クールめなやつで、あ、でもロマンティックビューめっちゃアイドルか。それ今やってるな。もっとなんか踊りとかが結構あるすごい激しめの曲もやってみたくて。そうそう、今四国の方とかはもうほぼもう歌うだけみたいな春が来るまでとかも、もっとなんかミステリーラインぐらいのめっちゃ踊って歌うやつがやりたい。よいしょ。ハートの独占権って私か私かですよね。なんだろう、でもなんかリンコとか楽しそうだな、それをやるとしたら。うん、フラストレーション、サンワーケーサンワーケー。でもかっこいい曲踊ってる時すごい好きだから、やっぱかっこいい曲が好きなのか。ダイユーさん、秋のギフトありがとうございます。ジェロさん、ハートありがとうございます。やめて、私か私か。
選ばせないと。恋は一人とするも声出ないね高い声今まだまだ全回復じゃないみたいガタガタガタどんがらかしちゃうんで、リンコでリンコでガタガタなってるんですか。シンプルに今顔面可愛すぎ、嬉しい。なんか顔に塗る日焼け止め、なんかちょっとトーンアップするやつを塗ったんですよ。最近塗ってるんですけど、それをなんか結べてない髪の毛がいる。だからかなんかすごい美白になっています。あごきゅん。イエイイエイ。そう、星休み行ってる間にツインに、次はちょっと次はサイドポニーにしようかと考えよる今。そう、白い白いです、トーンアップ。だからだから1年前の配信のスクショを見たら自分黒くないって思うよね。なんか、まあ、自粛期間中に外出なかったっていうのもあると思うんですけど、黒いんですよね1年前。自分もトーンアップする日焼け止め使ったん、かわいい。おそろいだ、ワンちゃんおそろい、ワンちゃんおそろい。今あごきゅんいただきましたけども、何本あってもいいですから、こんなん何本あってもいいですからねみたいなやつ。サイドポニーも好きね、しかも最近してなかったけん。でもボーダーってやっぱ二つ結び合うな、三つ編みも合うと思うけど、今日せっかくめっちゃドストレートなのでこのままいきますが、ハーフアップも最近してないけどね。でもハーフアップ私の顔的に合わないってこと分かってきた気がする。なんかだからサイドポニーが好きだわ。1年前照明の問題かな、どうなんだろう。なんかすごい顔がなんか前髪が結構違いますもんね。なんか今日めっちゃ見える。あ、この服やけんか、このこういう服好き、この若干広めの。私首が詰まってるの多分似合わないんですよね、そんなに首が長くないので。だからこういう服の方が着痩せして見えるかもしれない。しかも骨が結構ゴツゴツ見えるタイプの骨格なので、なんか分かってきた自分のことやっと。こういう服の方がいいかも。サイドポニーの破壊力本当？やったやった。結ぶぞ。そろそろツインテール卒業します。パパパ。あ、でも今のダメだ。今の取り方だと髪の毛が抜ける。こうやって取らないとね。早い。ふふふ。イオリオ研究ですよ。今日ほんとそろそろやばい、めっちゃ嬉しい。そろそろサラリンチョサラピスクショしました。え、どこを下ろすのもいいよね。めっちゃ褒めるやん、いつも褒めるけど今日も褒めるやん、絶好調に褒めるやん。チュルル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 、めっちゃ出てくる曲が頭に。歌いたいのかな、練習しとこ。良いですかね。よいしょ、コメントです。あばばばば、この髪の毛結ぶとき顔にボーンってぶつかってくる、いてててこれいけるか、もう一周これ無理だ同じ日の配信だと思えない、ほんとなんかしくった気がする。結べん、もっとギュッてならん、開いた。
パパ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 。あれボーダーこれも似合うんだ。よき。なんかここ伸びた。触覚伸びた。これも似合うんだボーダーさんは。どっちも良きなのさ。朝起きた時暑かったのにここいるとちょ、ん？違う、朝起きた時めっちゃ寒かったのにここいるとちょっと暑くなってきた。良いですね。良いですか。ボーダーかけるなんだっけ、サイドポニー、イエイ。めっちゃ髪伸びた。もう映らんもんね画面に。すごい嬉しい嬉しい嬉しい。にやける、にや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 、私もにやにや。おはみほりん、おはみほりん。サイドポニー幼稚園送り迎えしてそう。え、確かに。え、ここになんかあのちっちゃい子、あのここにちっちゃい子抱くやつつけてて、でもう一人上の子がいて、あ、いってらっしゃいって言ってそう。わかるわ、めっちゃ。トゥ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 。首元すっきりですね。すっきりすっきり。ロールアップってなんだ。お、みほり完璧で構ってくれてありがとうって可愛い。ありっこりーの感じの方ですね。ありっこりーだよ、ほんと。ありっこりーにも気づかせたかったんだけど、でも難しかったね、暗かったし。そうそう、髪型良きですか。ありがとう。お、初見さん、おはようございます。やっほー。若い奥様ボーダー着がち。え、わかるかも、確かにドラマのそういう方もね。ね、え、眉毛太い。私細くした方なんだよ、元が太かったから。国民的ママ。まだ若いが、まだ JK なんでね。前髪完璧、かわいい、ほんと、やった、いいね、今日いいね、イエーイ、やった。やっぱあんま、あれだね、昨日、この飴とか以外は本当にヘルシーなご飯だったからか、むくみとかあんまないですね。理想的な眉毛、ほんと？ありがとう。それだけで、そのコメントだけで救われた。サイドポニー、そうなっちゃいました。みんながなんかちょっと出かけたりしている間に私は変身を遂げています。復唱が止まらない、イエイ。矢島さん、ハートありがとうございます。サイドポニー神なの、本当？普段 JK 語。でもなんか福岡にいた時は友達と、え、これマジ美味しみじゃないみたいな、もううるさかった、なんか JK すぎて、なんかずっとミーとか言うの。やっぱりなんかすごい変な語尾で喋ってたりしてた。多分周りから聞いたらこの JK うざい、うるさいと思われてる気がする。そう、バンジェルモンスターさん、ハートありがとうございます。今日綺麗なお姉さん感が強め。あ、本当？いや、喉は昨日ね、喉飴一日中舐めてたんで治りました。あと薬も飲んだ。そう、これガチスコすぎん？え、めっちゃスコも言ってた。え、これガチスコみたいな。スコ、これマジスコ、スコみたいな。言ってたな。中身ちゃんだから後ろに身をつけがち。あ、もうその頃から意識しちゃってたのか。龍角さんじゃなくて、さっきも見せたけど、これをなんかプロポリスがいいのとマヌカハニーがいいって聞いたので、みんなの意見をに従順な田中さん、こちらで。スコってどこ行ったんだろう。そうだね、もうなんかスキピーとかで終わったね。メロンパンさん、キャンディーありがとうございます。
コアのタピオカ屋、あ、コアがないね。私は大名のタピオカ肉系 JK でした。かんちゃん、バラありがとうございます。マリドリさん、かわいい、ありがとうございます。スコスコ。そう、パジャマといえば、昨日のパジャマかわいいっていうコメントでありがとう。パジャマといえばね、パセリが遅れだけど誕生日プレゼントでくれたんですよ、パジャマを。めっちゃ、しかも前私に、これかわいいみたいな見せてくれとったやつで、すごいかわいいパジャマをもらったので、今度着ようと思います。着て配信しようと思います。めっちゃモコモコなのでまだ着ないかもしれないけど、そうそう、パセリがくれました。嬉しいです。で、昨日すごい大荷物だったんですけど、モコモコなので。でもめっちゃかわいいパジャマをもらったので、はい、アイドルっぽいと思いますよ。ふふふ、ね、パセリ優しい。だから来たら、まあ一番最初にパセリに自撮り送ろうかな。パジャマドライブ、そう、公演しちゃう。あ、そういえば配信は30分までで、7並べをその後36分ぐらいからやろうと思います。32分からできたらできるかもしれないけど。そう、これはサイドポニーです。サイドポポポニーポニーテープ。あ、消えた。え、嘘でしょ。よし、わーい、サイドサイド。めっちゃ今日マジ髪トゥルーンなんだが、嬉しい。安定のサイドプニさら。最近こっそり並べ、こっそり並べてんの、こっそりなの。全然がっつり並んで、並んでって何、並べていいよ。なくみちゃんのサイドポニーが一番好き。嬉しい。なんかでも私もなんか顔に合ってる気がする、これ。なんかツインテールはちょっと私自分的には合わないんですけど、顔にこっちの方が合ってる気がする。あと今日はメイクのノリがめちゃくちゃいいです。まつげが最強です。もうまつげです。そう、マジ髪つるん、マジ髪の毛やばいよ今日。ツルンツルン、ツルンツルンのツルンツルンです。あ、メガネかけたら強そう。あ、メガネ、メガネ、あんちに。サイドポニーもイーズおじさん。お、よっしゃ。おはよう、仕事行ってきます。行ってらっしゃい。袴、そうですね、小学校の卒業式で袴着てましたね。いい感じ。あああってなんだ。メガネかけたら教師官。お、国選みたいな。今日の髪型の変化をレポートにまとめていきます。はい、今日の朝8時までに提出してください。今日誕生日です。お、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマイマイさん、ハッピーバースデートゥーユー、お誕生日おめでとう、イエーイ、おめでとう、いい日を過ごしてください。おめでとうございます。イエイイエイ。ここで誕生日の人はみんな祝うのでね、おめでとうございます。おめ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 。もう提出してきました。お、見ておきます。後で添削しておこう。おはよう、どんなことにも七転び陽気で頑張ります。ベッキーペッキーこと渡辺キッペです。こんにちは。14歳なの、若っ。よーっていうセンス、センス、よーちゃ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 、よいしょ。それはルーム違いかもしれないな。
あれがない代わりに私は自分で歌います。あれすごすぎ、もうこの配信の誕生日祝う方のためのものですかって感じですよね。それすごすぎる、あれは欲しい。めっちゃ羨ましい。そうそうそう、みちさんの誕生日祝うやつを引き継いではいます。そうそう、あれいいですよね、めっちゃ欲しいんだけど、あれみちさんに言おう。え、みゆみゆさんも持ってるんだ。え、みんな、え、どこで買ってんのみんな。え、ちょっと、あ、ロフトにあるの。よし、いけんけど、ロフト。てかロフトってどこにあるんだ、広島。そこっていうね。いや、いいですね、あれめっちゃ羨ましい。真似したいですね。ね、みえみえはクラッカーも、え、一人ずつ、すごっ、めっちゃなくなるじゃんクラッカー。あ、だくくくすごい。あ、ロフト広島そごう新刊、よし、メモメモ、ありがとうございます。ああもう27分、あ、ありがとうございます。ぼーっとしてた。よし、ありがとうございます。というわけでみんな朝からありがとう。ギフトも大地さん、マリドリさん、カンちゃん、メロンパンさん、チョコミントリスさん、バンジェルモスターさん、ありがとう。というわけでランキングを読んでいこうと思います。この後も配信後に七並べで会えるのでね、安心してください。というわけで22位は、22のメホリー賞はバッキーさん。よいしょ。13位、流通の狼さん。12位、エビちゃんとミホリン中毒さやかりのママシマシさん。お腹鳴った。11位、メロンパンさん。10位、初見バレオジアットミホリックのタミさん。9位、自徳さん。え、なんか順位変わっちゃった。22位も変わった。22位、あんみつアット田中美宝城様推しさん。13位、チョコミントリスさん。12位、エビちゃん。11位、初見バレオジャーとミホリックのタミさん。10位、自徳さん。9位、ルイさん。8位、ユナイテッドさん。7位、オロチャーと喉治ってよかったねさん。そう、私は熱とか喉とか1日で治すタイプなので。6位、レモンケーキさん。5位、ドーグラスさん。4位、メロンパンさん。3位、ジェロさん。2位、ダイチャットみちゅみほうしさん。そして1位はドゥルルルルルドゥン、フナッチャット中身ちゃんたおしさんでした。ありがとうございます。みんなありがとう。今日は3つの私を見てもらいましたが、どれが一番好みだったでしょうか。中身と音でよろしくお願いします。別に全然ですけど、 ありがとう。好き溢れた、元気、そう今日元気でした。のど飴の威力ってすごいなと改めて実感しました。あとバファリンですね、よかったです。というわけでね、今日もあんまりメールが送れないと思うんですけど、今日こそはめっちゃ早い時間かもしれないけど、お休みメールを送れたらいいなと思いますので、はい。というわけでね、最後にじゃんけんして終わりたいと思います。最初はグー、じゃんけんグー、ありがとうございます。ありがとう。バースデーセンスミュージックカードと検索します。ありがとう。じゃあまた七並べで、36分からやるね、七並べ4分間隔22秒で会いましょう。というわけでバイバーイ。